構えづらいよね。こっちが難しいよね。私最近謎にフェードヒッターだから本当もうちょっと怖いな。じゃないね、どこ行くか分かんない。オノフで、あ、そっかそっかそっか、オノフでクレイジー、そうなんです、クレイジーっていうか、PRPX、もっとクレイジー、もっとクレイジー、うん、さあ、エリカちゃんは、リンゴゴルフにも出てくれた、うん、谷正樹さんって、はい、ゆっこが教えてます、先生、はい、あの人に習ってんだよね、今ね、そうなんです、そうですね、みんなをどれくらいです、でも11月から、あ、違う、8月、去年の8月からちょっと紹介してもらって行くようになって、うん、でまあ競技が去年出てた競技が10月の終わりまであったから、それが終わってからちゃんと一からやりましょうってことで、うん、でもう一回ぶっ壊しますよと、うん、本当にどうよ、いやぶっ壊れてるんですけど、した自分的には、うん、でも先生からするとまだまだぶっ壊れ切れてない、切れてない、もっといけと、現場に来ちゃうから、どうしてもスイング云々より当てなきゃ、スコア出さなきゃってなると、やっぱり前のスイングとぐちゃぐちゃこうミックスされて、うん、なんか違うことになって出るから、うん、この前本気で怒られて、本当に変える気あるんですか、変える気あるみたいな。ちゃん先生とかはスイング変えるときにぶっ壊したことってある、うん、あるある、ドローからフェードに変えたこと、そうだね、それがあったわ、真逆にしたんだもんね、ドライバーの飛距離が190ヤードぐらい、あ、私も一回でも変わってないって言われたけど、私も今なんかドローがフェードに変わって、うんうん、もうわっけわかんない、でももう死ぬ気で変えてってことだよね、うん、じゃないとなんかもう試合出れないと思って、うん、でもフェードでテスト出たんだよね、テスト出た、190ヤードでテスト出たんだよね、そうだから結局小技だったよね、そうですそうです、だから小技がめっちゃ上手くなりました、飛ばない分、そう通用しないから、その域に行きたい、いや全然行けますよ163ヤード、はい、9で抑えめに打ちたいと思います、なんか今日大きいから、そうだね、いいんじゃない、すごい、はい、ナイス、はい、止まった、ナイソン、止まりました、乗るは乗る、乗るは乗る、うん、乗る、この間、うん、ワイヤードストーム来てましたけど、はい、だいぶあの普段とね、はい、違う感じですよね、スタイルで、どうでした、え、すっごい可愛いウェアがあって、うんうん、私結構ドツボで、うん、展示会も行ったんだけど、展示会でも注文した、家に来てたやつが、あ、そう、自分のドツボ、そうです、あ、なんかあれはやっぱぽかった、うん、でもあのワンピとかマジ、え、でもワンピを頼んだの、頼んだの、そう、意外、すごい着やすくて、あれやっぱ本当に、もうリサちゃんのワンピ姿も全然ない、そうだよね、イメージないよ、イメージがないから、すごい、でもよかった、新鮮だって、そうなの、あの私服でも大変お世話になってるので、すごく、そうなのね、そう、止水のアウトレットにも入ってたから、ちょっと帰り寄ろうかなぐらいに思ってるおすすめです、ナイストライ、うん、ナイス、ナイスパー、ありがとうございます、ナイスパー、このホールは落ちてきちゃうから気をつけよう、左上打ってた方がいいね、うん、おー、いい音
と、ね、ほんとボールストレートなんだけど、いやちょっとタイガーやっちゃうパターン、タイガーやっちゃうパターン、いいじゃん、いいじゃん、いや入ってくれてもよかったな。ホールインワンは何回ほどあるんですか？4回です。めっちゃ多いねめっちゃ多い、4回もしてんの、はい、でも4回中3回入ってる瞬間見てない、全部 T 拾ってる、見えない位置だったわけじゃなくて全部 T 拾ってる。シャンプーしたね。悪い面があるね、あるある、抜いてるっていうの、抜き目でショートカットは特になんかありそうよ。普段はあんまりレディースティーからやらないそうです。エリカさんやらないもんね。ミオちゃんもあんまやんないでしょ、うん、コンペとか以外はあんまり、ねいいよね、まあ競技やってるとね、白が多いどうしてもね、レギュラーティーが多いですね。久々にアイアンとかでピンを狙うっていうのが、うん、ちょっと、うん、何ヤード飛ぶんだろう、確かにそれがちょっと分かんないね。なんか簡単そうに感じて簡単じゃないよね、うん、慣れてないみたいなとこちょっとちょっとね。あとドライバー考えるじゃん、ドライバー考える、落としどころ狭く感じちゃう、遅いから。これもさ、ちょっと考えなくちゃだよ多分ドライバー。そうだね、うん、なんか池もあるし、あ左もちょっと狭いから。これチェホソンホールだね。あ、そうだよよく分かってるね、ぶっ放すところとかなんかここ、ホールアウトまで全部チェホソンスタイルでやったんですよ。やってたねあの、回るっていう、うん、こう足を上げて回るっていう、うん、ゆっこがめちゃくちゃうまいっていう私さ、マスターズさやってたじゃん、チェホソンさ、マスターズってたらどうなるかね。すごいね、家でそういう話になって、チェホソン出てたら結構いいところまで行くのかなとか言って、なんかでも強そう、そういうところでねえ、見てみたいね、盛り上がりそうだよね。タイガーとチェホソンが回ってほしいタイガーどれだけ響くかね。そう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 気になるね。タイガーのギャラ、多分チェホソンにもギャラリーを巻きそう、うん、おーってリサちゃんがそこ行ってなんか気抜きショップ行ったの。え、そう
あそこなんかちょっとね、広大、あそこはね、あれね、釜網あるんだよ、ね、なんか下水道かなんか、あ、そうだそうだ、ね、コンクリート、あ、ほんとだ、なんかね、まあ、でもあそこ抜くのか、いやー上と思ったけど、無理ですね、上高いよね、ウッド打つコツとかって何かありますか、意識してること。私あんまりウッド得意じゃないんですけど、うんうん、まあ、あんまりガツっていかないようにだけ自然にくるっという、そのくるっと回ったところにたまたまボールがあったみたいな感じの、上から行くとそうですね、くるっていうか、なんか、まあ、噛んじゃうもんね。そうなんです、そうなんです、その意識で。なるほど、くるっと、くるっと。アイアンの方が得意。アイアンの方が得意です。5番アイアンから入れてるので。え？そうなの？そうなんです。5番アイアンから入れてんの？5番アイアンから。5番アイアンはイメージ湧く。あ、イメージ湧きますね。やっぱアイアンの方が得意なんだね。あ、そうです。なんかユーティリティとか結構曲がり幅が。やっぱ捕まっちゃうっていうか、あ、そうです、打ち込み系なんだもんね。あ、そうですね。すごい分析されてる。みおちゃんはパターの打ち方がちょっと人と違うんでこのホールはそこに注目して皆さんに見てもらいたいと思う。結構父親がその打ち方をしてて、いや、それを真似するようになったと。あ、そうです、そうです。あ、そうなん。お、瀬穂さん、マイヨナイソン。あと3つ。早い、なんか、ね、早いよね。